静止繊維軌道、静止トランスファー軌道は人工衛星を静止軌道に乗せる前に一時的に投入される軌道でよく利用されるのは遠地点が静止軌道の高度、近地点が低高度の楕円軌道である。静止軌道は地表からの高度が赤道上約3万6千キロメー k m となる円軌道である。衛星をこの軌道に投入する際には次のような手順を取るのが普通である。 通、静止トランスファ軌道と静止軌道このような軌道コードの変換方式を一般に、ホーマン変換、トランスファー軌道を、マン繊維軌道と呼び、変換に要するエネルギーが最小で済むことで知られる。この方式は、低軌道、静止軌道に限らず、同心円となっている、円軌道間の繊維において、軌道の半径の比が11.94を超えない場合は、最も効率が良い。 パーキング軌道から GTO に変換する際には、打ち上げロケットの最上段を GTO から静止軌道に変換する際には衛星に内蔵した小型ロケットを用いることが多い。後者は遠地点で噴射することからアポジモーターと呼ぶ。蒸気の軌道変換中に軌道面も変更する。パーキング軌道は通常打ち上げ地点の緯度に近い軌道傾斜角を持つため、 例えば、種ヶ島やバイコヌールなどの車上から打ち上げると、静止衛星に必要な軌道傾斜かクレードに変換する必要がある。この意味では、車上の移動は赤道に近いほどよく、欧州宇宙機関が用いるフランス領ギアナのクール宇宙センターは、北緯6度程度と立地条件が良い。シーローン記者は、赤道上の海上施設からの打ち上げサービスを行っており、 軌道変換という視点からは最も効率が良い。以上で説明した繊維方式の他にスーパーシンクロナストランスファー軌道による静止軌道への投入法がある。遠地点が静止軌道よりもかなり高い楕円軌道から遠地点下げと近地点上げを並行していって静止軌道に投入するもので高移動からの場合には前述の軌道傾斜角の変換に要するエネルギーが 通常の場合よりも少なくできる手順がある。高井度に車上のある急素連携の打ち上げサービスが積極的に研究しており、近年は他の地域の宇宙サービスや特に日本の諸条件でも検討の価値がある場合があるとみて研究している。ありがとうございます。